その上で特に立地自治体のご理解を改めてお願いを申し上げたいと思います。ご理解をいただいたところで再起動のプロセスを進めてまいりたいと思います。福島で避難を余儀なくされている皆さん、福島に生きる子どもたち、そして不安を感じる母親の皆さん、東電福島原発の事故の記憶が残る中で、多くの皆さんが原発の再起動に複雑な気持ちを持たれていることはよく理解できます。しかし私は国政を預かる者として、人々の日常の暮らしを守るという責務を放棄することはできません。一方、直面している現実の再起動の問題とは別に、3月11日の原発事故を受け、政権として中長期のエネルギー政策について原発への依存度を可能な限り減らす方向で検討を行ってまいりました。この間、再生可能エネルギーの拡大や省エネの普及にも全力を挙げてまいりました。これは国の育成を左右する大きな課題であります。社会の安全安心の確保、エネルギー安全保障、産業や雇用への影響、地球温暖化問題への対応、経済成長の促進といった視点を持って政府として選択肢を示し、国民の皆様との議論の中で8月をめどに決めていきたいと考えております。国論を二分している状況で一つの結論を出す、これはまさに私の責任であります。再起動させないことによって生活の安心が脅かされることがあってはならないと思います。国民の生活を守るための今回の判断に何卒ご理解をいただきますようにお願いを申し上げます。また原子力に関する安全性を確保し、それをさらに高めていく努力をどこまでも不断に追求していくことは、重ねてお約束を申し上げたいと思います。私からは以上でございます。いっぱい入ってますね。最初は、会見の意義みたいなところだと思いますけれども、福井県の知事のみならず、福井県民の思いを重く受け止めつつ、今日は国民の生活を守るという観点から、再起動は必要であるという私の考え方を基本的にご説明したいという意味での会見をさせていただきました。それから再起動の安全性、必要性については、先ほど申し上げた通りでございますけれども、当面の夏場の需給だけの問題ではなくて、これはエネルギー安全保障であるとかですね、あるいはその国民生活や経済への影響を、特に国民生活、経済への影響で言うならば、これは電力価格が高騰することによって国民の負担が増えてはいけないんですが、そういうことを抑制をしなければいけない等々の観点、日本の経済社会全体の安定ということを考えての判断であるということであります。それから大井以外の
スケジュールのお話でございますけれども、これは多いと同様にスケジュールありきではいかなる再起動も考えません。引き続き丁寧に個別に安全性を判断をしていくというプロセスをたどっていきたいというふうに思います。から最後に中長期のエネルギーの割合のお話が出ましたけれども、ちょうど今日もですね、エネルギー環境会議が行われまして、その選択肢についての中間整理を行わさせていただきました。こうした中間整理なども踏まえまして、国民的な議論を行いながら、ご指摘があったとおり、8月をめどにですね、国民が安心できるエネルギーの構成、ベストミックスというものを打ち出していきたいというふうに考えております。